ハローボジュールアニョハセヨ世界の皆様こんにちは。ワンピーストレジャークルーズのプロデューサーのヨシです。前回のプロデューサー動画以来ですが、今回は皆様にエキサイティングな情報をお伝えしたいと思います。まずは6月にプロデューサーレターをご覧いただき、またお待ちいただき誠にありがとうございます。ついに私がこのタイトルの担当になってから、いやチームのメンバーと一緒に検討してきたことを皆様にお伝えできるということで大変嬉しく思います。今日お伝えする情報の内容を予想されていた方もいらっしゃると思いますが、英語版、フランス語版、韓国語版のワンピーストレジャークルーズ、12月下旬に日本版とスケジュールの統一を行います。私たちは全世界の皆様へ同じゲーム体験を提供するために長い間統一の準備を進めてまいりました。今回の統一により、世界中のプレイヤーの皆様が同じスケジュールで同じコンテンツを一緒に楽しむことができるようになります。統一後は日本版と同時期にイベントが開催されるので、ハロウィンにはハロウィンのキャラを、冬の時期には冬のキャラを、夏には水着のキャラをと、季節に合わせたイベントを楽しむことができます。また統一後は日本版の周年だけでなく、海外版周年のお祝いも検討しております。全世界のワンピースファンが同じタイミングで盛り上がることができる一大イベントとなると思いますので、楽しみにお待ちください。他にも全世界のプレイヤーが一緒に取り組める特別なイベントも予定しておりますので、ぜひご期待ください。さてここからは皆様が気になっている統一に向けた詳しい計画をお伝えさせていただきます。8月と9月に実施されるイベントの一部はすでにプロデューサーレターで紹介させていただきましたが、統一までの間のスケジュールの詳細な情報をお届けさせていただきます。こちらです。8月下旬にはバージョン11のアップデートを実装します。アップデート間近には SNS で紹介動画の公開を予定しております。10月中旬にはスゴフェス限定のジェルマ衣装の賛辞が登場するジェルマキャンペーンを開催します。10月下旬にはスゴフェス限定キング・クイーンが登場するワノ国キャンペーンを開催します。11月中旬には海賊同盟絆決戦スゴフェス限定のトキ・モモノスケ・ヒヨリが登場します。11月下旬にはスゴフェス限定麦わらの一味が登場予定です。この他にも今後日本版で登場するキャラクターも順次追加予定です。現時点ではまだお伝えできない情報もありますが、そちらは追ってプロデューサーレターや動画にてお伝えさせていただきます。もちろんアプリ内に限らず SNS でのキャンペーンも予定しておりますので、そちらも楽しみにしていてくださいね。さて多くのプレイヤーの皆様が今年のフランス語周年に何を予定されているのか気になっていることと思いますが、今年はスケジュール統一の準備のためにセレブレーティング・ザ・ロング・ボヤージュキャンペーンをご用意いたしました。7月下旬の前夜祭、8月下旬の本祭は日本版とのスケジュール統一に向けた大きなキャンペーンの一環となっておりまして、皆様に喜んでいただけるような記念作を多数ご用意しております。キャンペーン中は特別なログインボーナスをご用意いたします。7月下旬には超すごい黒ひげ、モリア、マゼランが登場するスゴフェスが開催されます。またこちらの開催と同時に特別なレア仲間探し無料10連を皆様にプレゼントいたします。加えて特別抽選イベントを開催します。専用の冒険に参加することで自動的に豪華報酬がもらえる抽選に参加できます。8月には日本版で開催された決戦会ラッシュが海外版でも登場します。またビビ、レベッカ、エース、マルコ、サボ、コアラなどの人気キャラが登場するワールドジャーニースゴフェスも開催します。さらにワールドジャーニーの特別ミッションも実施予定です。絆決戦スゴフェスでは超すごいファイアタンク海賊団が登場します。そしてなんと9月中旬には満を持してワノ国編で大活躍中のルフィ、ロー、キッドが登場する超スゴフェスを予定しています。また国内版で実施された還元祭にあたるイベントも実施予定です。8月下旬、9月下旬には新しいスゴフェス限定キャラが登場します。さらに海賊同盟絆決戦も開催され、着物姿のエース&サボが登場します。そしてプロデューサーレターでもお伝えしましたように、限定の一番くじキャラが入手できる一番くじコラボスゴフェスが開催されます。さらにそちらに合わせた特別な冒険も同時開催予定です。最後に8月下旬からは各属性の必殺本が入手できる必殺本冒険を毎日行うことができます。はい、ということで長くなってしまいましたが、皆様に今回のイベントを楽しんでいただければと思います。
年末のプロデューサービデオでも申し上げました通り、ユーザーの皆様の声は私たちにとって非常に大切です。ぜひこの後実施予定のアンケートにご協力いただき、ゲームについてのご意見をいただけますと幸いです。回答数が1000件達成で、ユーザーの皆様に虹の宝石5個をプレゼントさせていただきます。はい、というところでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画に対するコメントお待ちしております。これからも全世界の皆様がワンピーストレジャークルーズを楽しんでいただけるように運営チーム一同尽力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ仲間。バンダイナムコ